ロジャースハマースタインのシンデレラは、1957年のオスカー・ハマースタイン2世の脚本をもとにした、リチャード・ロジャースの作曲、ハマースタインの作詞、ハマースタインとダグラス・カーター・ビーンの脚本による二幕物のミュージカル。メルヘンのシンデレラ、特にフランスのシャルル・ペローによるサンドリオン、ウラプティ・パントフル・デベルをもとにしている。残酷なママ・母に、 奴隷のように扱われている若い女性がより良い生活を夢見る話である。魔法使いの助けによりシンデレラは優雅な淑女に変身し、王子に愛に舞踏会に行くことができるお馴染みのストーリーであるが、この舞台版では王子に王国の不正を築かせる。1957年、ロジャースハマースタインはジュリー・アリュース主演のテレビミュージカル映画、 シンデレラの作詞作曲を行い、1965年と1997年にリメイクされ、ブロードウェイ公演前にも何度か舞台化された。2013年の舞台版は、ロジャースハマースタインのシンデレラの音楽を使用し、ブロードウェイで初めて上演されたものである。ビーンによる新たな脚本には、新たな登場人物のほか、同情的な騎士妹や、 ロジャースハマースタインの新曲も登場する。オリジナルキャストには、シンデレラ役に、ローラ・オズネス、王子役に、サンティノ・フォンタナが配役され、770回、上演した。トニー賞9部門にノミネートされ、衣装デザイン賞を受賞した。2014年、北米ツアーが開始された。1965年、 シンデレラ役のレスリー・アン・ウォーレンと王子役のスチュアート・ダンカン1957年、ロジャースハマースタインは CBS と契約し、初版となるテレビミュージカル映画、シンデレラがシンデレラ役にジュリー・アンドリュース王子役にジョン・サイファーが配役されて放送された。1億700万人以上が視聴した。1958年のクリスマス時期、ロンドンコロシアムにて、 メアンド・ジュリエットの曲を使用してパントマイムでの公演が行われた。1961年、アメリカで初めての舞台版が上演された。1957年のテレビ版及び1961年の舞台版の成功後、CBS はリメイク制作を決定した。1965年、より伝統的な話に近づけた新たな脚本での制作を開始したが、 オリジナルの曲をほぼすべて残した。レスリー・アン・ウォーレンがシンデレラ役に配役された。1993年、ニューヨークシティ・オペラがミュージカルを制作し、その後も何度か再演した。2000年11月から2001年にかけて、全米ツアー公演が行われ、マディソン・スクエア・ガーデンの劇場などで上演した。1997年のテレビ版リメイクは、 ロバート・エル・フリードマン脚本、ロバート・イズ・コブ演出、ロブ・マーシャル振付で制作された。この作品はブランディが、シンデレラ役、ホイット・ニー・ヒューストンが、魔法使い役、バーナデット・ピーターズが、ママ・ハハ役、パオロ・モンタル・ワンが、王子役で、人種混在の配役となった。いくつかの曲が追加された。2008年、レア・サロンが主演で30週間のアジアツアーが、 開始され、同年日本でモーニング娘。と宝塚歌劇団戦歌と卒業生によるすべて、女性出演者による公演が上演された。ダグラス・カーター・ビーンは、シンデレラの初ブロードウェイ公演のための新たな脚本を執筆し、2012年に、この公演のワークショップが行われた。ブロードウェイ劇場にて2013年1月25日に、プレビュー公演が開幕し、 同年3月3日に正式に開幕した。ビーンの脚本ではシンデレラが王子に王国の不正を築かせる。王子の両親はすでに亡くなっており、王子の指導者で王子を騙して圧政を承認させている悪徳首相が実権を握っている。新たな登場人物である反逆者のジャン・ミシェルと義姉妹のゲイブリエルが恋に落ち、二人は政府を覆そうとする。 オリジナル版のよく知られた曲のほか、南太平洋からの Now is the Time など、ロジャースハマースタインのこれまでの曲から4曲が追加された。マーク・ブロコーが演出、ジョシュ・ローズが振り付けを担当し、シンデレラ役にローラ・オズ・ネスが、王子役にサンティノ・フォンタナ、クレイジー・メアリー、魔法使い役にビクトリア・クラーク、ママ・ハハ役にハリエット・ハリス、 首相役にピーター・バートレット、義姉妹・シャーロットとゲイブリエル役に、アン・ハラダとマーラ・ミンデル、ジャン・ミシェール役に、グレッグ・ヒルドレスが配役された。アナ・ルイゾスが装置、ウィリアム・アイビ・ロングが衣装、ケネス・ポスナーが証明を担当した。当初評価は賛否両論であった。2013年9月から2014年1月、魔法使い役がクラークから、レベッカルカーに交代した。 2014年2月から6月まで、シンデレラ役をカーリー・レイ・ゼプセン、ママハ・ハ役をフラン・ドレシャーが務め、両者ともこれがブロードウェイデビューとなった。2014年6月から9月、ページ・フォアがシンデレラ役、ナンシー・オペルがママハ・ハ役を務めた。2014年9月、キキ・パーマーがシンデレラ役、シェリ・シェファードがママハ・ハ役、ジュディ・ケイが、 魔法使い役に配役された。ガーディアン紙はパーマーに関して、このような典型的白人キャラクターに、アフリカ系アメリカ人を配役することは、ゆっくりではあるがブロードウェイが進化してきていることの象徴であると記した。2014年9月23日、カーテンコールのインポッシブルの曲の最中、1965年版50周年を記念して、 当時シンデレラ役を演じたレスリー・アウオーレンが登場した。2014年11月、ママ・ハハヤのシェファードの公認にネネリクスが配役された。2015年1月3日、プレビュー公演41回及び本公演770回、上演を閉幕した。2014年10月10日、ロードアイランド州プロビデンスから全米ツアー公演が始まり、 少なくとも2016年5月まで続く予定となっている。ページフォアがシンデレラ役、アンディ・ジョーンズが王子役に配役された。2015年3月から4月、ロサンゼルスでの公演中、ママ母役がフラン・ドレシャーに交代となった。著名な出演者を以下に示すエラという名の若い、女性が父がキアと彼女を使用人のように扱う。 ママ母と義姉妹モトと共に住んでいる。いつも暖炉のそばに座っていて、灰で汚れていたため、シンデレラと呼ばれている。エラはより良い生活を夢見る。王国の王子はクリストファー、略してトファーと呼ばれている。両親はすでに亡くなっており、常に大法官、セバスチャンの助言を受けている。竜、ガーゴイル、巨人を倒すことに長けているが、将来王位を継承してもどうやって、 王政を司ったらいいのかわからない。トファー王子が城へ向かっている途中エラと出会う。彼女は水を濃い、少しの間会話する。その後エラは友人の革命家、ジャンミシェルと森の片隅に住むクレイジー、メアリーと集まって話をする。するとすぐに、ママ母と義姉妹で、要求の多いシャーロットとおとなしいゲイブリエルがやってくる。彼女たちが家の中に入ると、 エラはまたより良い生活を思い描く。城では、セバスチャンと取り巻きのピンクルトン卿が王子に花嫁を探す大規模な舞踏会を開催して結婚すべきだと説得する。ピンクルトンが街の広場で舞踏会の告知をすると、町民を集めて政府に抗議しようとするジャンミシェルを見つける。ママ母の小屋では、ママ母と義姉妹が舞踏会の準備に走り回る。 エラが置いていかれると、ジャンミシェルがやってきて、トファー王子は国民のことをもっとよく知るべきだと主張する。彼はエラに綺麗なドレスを着て、トファーに主張してこいとからかう。クレイジー、メアリーとエラはどうしたらより良い人生が送れるか冗談混じりに語り合うフルデロル。メアリーは実は自分は魔法使いであると明かし、カボチャおばシャに動物たちを 召使いや運転手にエラのボロボロの服を美しいドレスに変身させる。彼女はエラを舞踏会に送り込むが、12時の鐘と同時に魔法が溶けると警告する。舞踏会では壮大なダンスが繰り広げられる。白いドレスを着たエラが入ってくるが、誰も彼女に気づかない。彼女の優しさと公平さにトファ王子は未了され、二人はグランドワルツを踊る。 するとすぐに時計が12時の鐘を鳴らす。エラは、王子の領地はすべてうまくいっているわけではないと伝えるのがやっとである。彼女は階段を駆け下り、靴を落としてしまうが急いで拾って去っていく。王子は王国のことを正直に話してくれたミステリアスな女性を探す。義式妹のシャーロットと共に庭にいる女性が王子は、なぜ自分たちの誰も選ばないのかといぶかしむ。 王子と衛兵たちはくまなく探すがエラを捕まえることができない。ボロボロの服に戻ったエラは小屋に戻り、王子がいかに素敵だったか思い返す。ママ母、シャーロット、ゲイブリエルが落胆しながら戻ってくる。エラは彼女たちにその夜の城がどのようだったか、王子とのダンスはどうだったか想像していたと語る。ママ母と義姉妹、そしてエラは一瞬だけ思いを共有する。 エラとシャイなゲイブリエルがその場に残るとゲイブリエルはエラが舞踏会のあの女性だったことに気づく。ゲイブリエルは革命家ジャンミシェルの賛同者なだけでなく彼を愛していると明かす。二人は秘密を守ることを固く誓う。トファー王子によるあの夜の女性探しは続き次第にセバスチャンが自分を誤った道に引きずり込もうとしていることに気づく。トファーは 女性探しを後回しにすることを決心する。晩餐会の夜、ゲイブリエルはエラに自分のドレスを着せて向かわせようとする。ジャンミシェルがやってきて、ゲイブリエルに愛を告白する。しかし、ママ母がこれを聞き、またエラがゲイブリエルのドレスを着ているのを見て、ドレスを引き裂いてゲイブリエルとジャンミシェルを追い出し、二度と戻ってくるなと語る。 ママ母はシャーロットを晩餐会に向かわせようとする。ま一発で魔法使いが登場し、エラの服装を完璧にし、王子と話ができるよう助ける。城では、エラが王子にどうしたら素晴らしい王になるかを語り、彼はすぐに、ジャンミシェルとセバスチャンの首相選挙を告知する。トファーはもはや、リーダーとしてふさわしく、自分が望む愛と生活に必要なパートナーが誰か、確信する。 突然時計が十二時の鐘を鳴らし始める。エラは階段を駆け下りるが、一瞬立ち止まって意図的に靴を片方置いていく。王子は王国のすべての女性にガラスの靴を履かせてみる。誰も成功しないが、エラが履いてみると完璧に合う。ママ母はこれまでのひどい扱いを謝罪し、エラはママ母とシャーロットを許す。ゲイブリエルとジャンミシェルの関係はママ母に認められ、二人を 歓迎する。ジャン・ミシェルは首相に選ばれ、トファーとエラは結婚し、後々まで幸せに暮らす。テレビ版の3本と違い、この2013年ブロードウェイ版は、メ、フーアム・アイ、ナウイズ・ザ・タイム、ザ・パースーと、ロンリネス・オブ・イブニング、ゼアーズ・ミュージック・インユーなどの曲を追加し、二幕で構成されている。ニューヨーク・タイムズ紙のベンブラントリーは、この公演について、古典と、 斬新さ、感傷的と不機嫌さ、誠実と皮肉を全てを一度に表現した、輝けるパッチワーク作品にしたかったのだろうが、実際にはできていないと記した。フィナンシャルタイムズ紙は、オズネスをはじめとする出演者、衣装、振り付けを称賛し、公演は確かに楽しいが、時々、中だるみすると述べた。タイム氏のリチャード・ゾグリンは、華やかで活気があり、曲も良いが、 1957年のテレビ初演と比較すると劣るとし、オリジナルのギシーモートの方が信憑性があり、嘘っぽくなく、王子とシンデレラは夢のカップルであり恋に落ちるのも当然と思えるが、この新しいブロードウェイ版の改訂は冒険的でないと記した。シカゴトリビューン紙の批評家は根本的な問題は全くロマンティックでなく、 ほとんど笑えない内容のビーンの難しい脚本が観客を寄せ付けないことである。ヒロインを社会改革者にし、義心妹を同情的にして欲望を阻害し、王子を困窮した人々のために目を覚まさせなければ、いけない視野の狭い弱敗者にし、観客は幸運な未来を容易に想像することができない。新たな脚本はよく知る、物語の基本的な論法を排除し、 古い時代からのこのミュージカルの魂をすべて踏みにじっていると記した。AP 通信のレビューはビーンの脚本を称賛し、モンティ・パイソンのスパマロット少しとレ・ミゼラブルいくつかを足したような甘く新鮮な作品と記した。また出演者は第一級で物語は突飛だが愛に満ちているとした。USA トゥデ y 神は好意的でオズネスと 才能ある共演者たちは優美な商品に独自のメルヘンを作り上げ、その一瞬一瞬が年齢を問わず観客たちを魅了する。ビーンのシンデレラは単に苦悩する若い女性ではなく、好奇心旺盛な女性で自分の身の上よりも世の中の不正が気になる。もしこの展開がフェミニストの視点だというのであれば、ビーンはこのことにもっと焦点を当て、話を膨らませるだろう。 この皮肉の描かれ方はぼんやりとしているかもしれないがやりすぎでもない。そして、ブロコーは出演者たちの快活で軽妙な演技を引き出し、とても役に合っている。視覚効果は音楽より魅力的であると記した。2013年、ゴーストライトレコードからオリジナルブロードウェイキャストレコーディングのアルバムが出版された。このアルバムは、デイビッド・チェイスの編曲や、 アンディアン・ホーンの指揮を特徴としている。他の編曲は、ダニーとルーブが担当した。トニー賞9部門にノミネートされ、ウィリアム・アイビロングが衣装デザイン賞を受賞した。ドラマデスクアワードでは5部門にノミネートされ、編曲賞、衣装デザイン賞、オズネスのミュージカル女優賞の3部門で受賞した。ドラマリーグアワードでは2部門で、ノミネートされたが受賞には至らなかった。 外国批評家サークル賞では8部門にノミネートされ、衣装デザイン賞を受賞した。ありがとうございます。